どうもどうも。あ、お疲れ様でございます。今日はあれですか、はい、なんかいいものをくれるって言って聞いたんですけど。あ、そうそう、ほら、総さんが、はい、会社で使う、うん、なんかちょっと足で使う軽かなんかが欲しいって言ってたじゃないですか。そうそう、よったよったね、うん、なんでまあ、いつもお世話になってるので、はい、じゃあ私も秘蔵庫、あ、ありがとうございます。秘蔵庫をじゃあ提供しようじゃないかと。助かります。いうことで、はい、どうぞこちらを。あ、いいんですか、こんなジムニーなんかもらっちゃって。違う、ダメ。これは俺今からこれいろいろおもちゃにするやつやから。これは、いや俺そっちがいいんやけど。ダメやね。いや、マニュアル乗れんやろ、いろんな人が。あ、会社で使うにはやっぱりね。じゃあもうあの黄色いやつでええわ。ダメです、ダメです。あれもまだ全然新しいので、はい、ダメです、ダメです。そうなんですか、はい、まあこれだったらね、はいはい、もう格安でお渡しいたしますので、はい、どうですかこのミラさん。これはどんぐらい走られてらっしゃるんですか。これね、今ちょっとずっと置いとった時にバッテリーが上がっとった時に、ちょっとバッテリーつないで距離見てみようって思うんだけど、うん、はい、そんなに乗ってなかったと思うっすよ。ほんま、うん、全然バリモンよ。バリモン、バリモン、バリモン。あ、そうなん、うん、全然バリモンよ。頑張ったかな、距離はな、確か、ね、208597。208597。あ、20万キロですか。そうそうそう。あー、全然いけるいける。そうやろ、うん、そうやろ、そうや。20万キロな、でもそれ何基準、トラックえ、トラックが大体どれぐらいでホール？ホールというかもう、まあサイズにもよるけど、まあまあ、大体100万は使うな。2トンぐらいでも？2トンでもまあ大事に乗れば100万いけるよ。あ、まあ、大体60万70万ぐらいでガタガタ来るけど。なるほど。はい。まあということで。いけるいける、まだバリボンやん。ほんだ今日はね、全然いける。走行距離いつまで乗れるの的なお話をしようかなと思うんですけれども。はい。でも昔、一昔前は言うてませんでした？10万キロ10万キロ、うん、10万キロ乗ったら、だって曽田さんとこの親さんとか世代やったらもう10万も乗ったら、うちの父ちゃんはな、うん、そういう世界じゃなかったの。あ、じゃあ3年以上乗ったことがないとかっていうそれはあれやろまた別の人。そう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 、まあ、普通一般的に見えるのが、はい、20、10万キロ10年10万キロ、はい、乗ったらもうあかんぞと、うん、買い替えないかんぞと。はいはいはい。まあいうふうにこう言われる方もまあ多かったんではないのかなとは。まあ今でもまあ10万キロぐらいが一つの目安的なとこあるよね。うん、まああるよね。うん。やけど、10万キロなんかで車を買い替えられるかっていう話でござんすわ。ほんまに。いや。え？ 6年6万キロでしょ？メーカーの想定耐用年数は。そうですそうです。はい。いやもう10万キロなんかもうゴミですよ。ねだってね、うん、使えるけんほんまに。いや結構だから今普通に仕事しとっても、うん、お客さんに絶対に言われるのが、うん、10万キロぐらいになってきてるんで、うん、そろそろやっぱり買い替えとか考えないといけないんですかとか、あ、よくそういうご質問というかご相談をいただくわけでございます。はい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 。やけど、うん、結局な、うん、まあどこまで乗りたいかで別に20万でも30万でも乗れるわけよ。まあ、うん、極端な話、うん、部品交換をしていけば30万でも40万でも50万でも乗れるよね。そうな、部品が出る限りは乗れるんよ、うん、だけ結構今最近一つのそのラインを引くとしたらね、うん、軽自動車で20万キロ、はい、乗用車で30万キロ、はいはいはい、これがまあ僕の中の今の一つのラインやねならあかんじゃないですかこれは。いやだけ一通り終わっとる、もう一通り終わっとるけん、ここから先はまた新たなページを刻んでいけるけん。いやでもまあ確かにな、うん、よくあるあるやんか、うん、ある程度まで距離行ったら、うん、まあ補給類から順番に壊れていくやん、はい、そうそうそう、エアコンだったりオルタだったりな、ウォーポンとか、そう、それを追いかけていくと、そう、永久にこんだけ金入れたしなみたいになって乗り換えできんよね。いやでも下手に正直俺一番いかんのは、うん、まあその車種にもよるけど、うん、10万キロ手前ぐらいのやつを買うやつ。あ、このパターン、これはね地味に10万超えるか超えないかでみんなも多分意識が違うんだろうな、はいはいはい、販売価格が結構違うんだろうな、はいはいはい、それで例えば 20,30 万違ったりするわけ。そうっすね、ね、
で、うんうん、でも10万キロの時にいろんなやっぱ消耗品だったりだとか、まあ、がっつり買えるわな、定期交換部品が、うん、まあ、まあ昔みたいにタイミングベルトは減ったけど、うん、まあそういう消耗品が来たりとかするから、うんうん、僕個人的にはまあ下手になんか2、30万高くて、うん、まあ9万キロとか8万キロのやつとか買うぐらいやったら、はいはいはい、もう11、2万キロぐらいの、もうあの一通り終わっとるやつを買う方がいいんじゃないか説ですね。それはね、これトラックでも一緒ですね。あ、そうなん？うん。まあ、30万前後とか、はいはいはい、60万前後ぐらいで大物が来るんよ。はいはい、おう。ひとしきりね。ひとしきり。うん。で、その絶妙にちょっと手前、うん、はい、で、はいはい、ぶち売る、はいはい、まあ、景気のいい会社は、なるほど。まあ30万手前でバンバン買い替えたり、50万手前で買い替えたりするけど、微妙なの買うとね、そうやろ、来るんですよ。あとで一旦来るやろ。そうよ。マジかみたいな。タービン交換かとか、そうなるんよ。僕は一番おすすめはやっぱりもう皿で買って、はいはい。20万キロぐらい使って、はいはい。またそしたらまあ最低でもまあ人にもよるけど10年15年とか使うけん、まあそれからまた買い替えるっていうのが。まあ、ベターかなとは思ってますよ。そうですね。まあ、もしくはもう新しいのを3年5年でずっとリセールのいい車を買って乗り換えるやな。そう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 。うん。そんなんがいいかなと思うんで、まあこれもね、なんで、はい、あのひとしきり終わってますんで。2週はしとる。2週はしとるけど、3週目来るやつちゃうん。これ大丈夫っすか？大丈夫大丈夫。大丈夫っすか？なんかあった時あった時よ。まあな、別にな、あの会社の足車というか台車、うん、台車がないパターンとかあるんよ、結構トラック修理入れたい。あー、なるほどね。で、まあ、ドライバーさん帰るに大変だったり、はい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 、まあその台車でちょこちょこ乗り回すもあれだからっていうんで、まあ1台予備のね、はい、電話が電話で切れたわ。どこで切れたか分からんけど、最近スマホ撮りも試してみよるけ、うん、またみんなどっちの映画ええ かあの気づいたら教えてね、はい、そうっすね。ということで、あとははい、はい、優れもん紹介エンディスか。え、もう同じような車ばっかりやな。これはどうなんですか。マニュアルのミラーが欲しい方がいったらなんか、あの前のやつ秒で売れたんやろ。秒でなくなった。まあ、今回は4枚ドアになるので、まあ、あれですけど、はいはい、え、4枚ドアでマニュアルやってもう最高やん。まあまあでも大体ほらみんなバンで遊ぶけん、うん、ああそうですね。そうそうそう。まあ需要があるかどうかは分からんけど、うん、あ、いいですよ、ソーダさんがこっちでも。いや、俺うちはオートマでいいです。まあ、ということで、じゃあこれも余りましたんで、はい、またじゃ あの欲しい方がいたら声かけいただけたらと思いますので、はいはい、マニュアル系はな、うん、欲しい人は欲しいよね。と思うけどな、俺は、うん、結構な、まだ多分な、確かな、あー、なるほど。どうなん、6万弱。え、めっちゃいいやん。そうなん、6万キロ弱やっけこれ。いいやろ。いや、こっちの方がええな、ほんま。え、もうそっちって言ったんで。え、そっちって言ったんで。はい。じゃあ、まあ、そうですか。ね、はい。差し上げます。なんでね、皆さんもね、距離は一つの目安です。まあ、あとはさ、その、うん、どうしても壊れてはいけない。そうっす。通勤車だったりとか、そうっす。だったら、やっぱもっと信頼性の高いね。はい。車で、行った方がいいと思うけど、ね、まあワンチャン壊れてもまあいっかぐらいの車だったら ね。だからこの画面の向こうにいる皆さんはね、うん、はいはい、ワロスワロスと、ワロス、そんなことは分かってますと、ね、もう今更お前らに言われるの分かってますと、分かっとるわと、はい、でまあなんならね、うん、車の車はもう30万も40万も持ってるわっていう人もおるでしょう、おるでしょうね、そら、はい、だからそこまでいてる、いけるのが幸せなことなんです、はい、これほんまにむちゃくちゃ幸せ、はい、ほんまに。そうですね、それはもう一生添い遂げられる伴侶を見つけるっていうのがどんだけ難しいか。あー、なるほど、うちにおるやつらで見つけてないやつら山ほどおるでしょ。そうやな、それはまあリアル伴侶の話でございますけど、ほんまにね。まあでもいや、そう、でもあれやな、リアル伴侶は見つけてないけど一生伴侶は見つけとるな、うん、どっちかなんかもしれんな、もしかしたら。そうなんですか。両方得るのは難しいかもしれない。そんな大林大先生は距離の伸びない車ばっかり容器抱えとるじゃないですか。そう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 。でもほら一応あのちゃんと嫁さんおるけ。どっちかなんて多分な。どっちかか。そっか。で一生こう添い遂げるような車ができてしまってる人はもしかしたらそこのバランスが取れないっていう。なるほど。説を提唱してみようと。まあその辺はこう視聴者の。
変態紳士の先輩方々に教えていただきましょうか。う、はいはい、またあの皆さんコメントお待ちしております、はい、というわけでコメントで返してください、はいはい、じゃあまたそんな感じでね、今後もこんなよもよもしながら撮っていきますので、はい、また機会があったら見てください、はい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバイバイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。